はい、こんにちは。メルルーサ丸岡です。iPhone 14 Pro Max が到着しましたということで、ファーストインプレッションの動画を撮っていこうと思うんですけれども、この動画で言うと昨日が発売日になるんですけど、昨日の夜ね、セットアップをしておいて今日1日使ってみたので、この iPhone 14 Pro Max を1日使ってみた感想といったところでお伝えしようと思います。昨日の発売時点でですね、たくさんの方が動画を出されていたので、そのあたりで見たよという方もいらっしゃると思うんですが、私はですね、14シリーズからなくなってしまったこのミニですね、iPhone 13 mini からこちらの Pro Max への買い替えといったところで、この小さな iPhone から大きな iPhone にした理由だとか、この大きな iPhone を使ってみて実際どうなのといったところもお伝えできればなと思っております。もちろんですね、 iPhone 14 Pro Max 自体の性能についてもいろいろとお話ししようと思いますので、次の機種編に14シリーズを考えている方はぜひ最後までお付き合いください。はい、それでは行ってみましょう。はい、というわけでこちらが今回私が購入した iPhone 14 Pro Max なんですけども、今回は 256GB の色はゴールドを選んでいます。 iPhone Pro シリーズのゴールドに関してはね、割とギラついているイメージだったんですけど、14 Pro のゴールドに関しては若干サイド薄めというか、ちょっとねおしゃれな感じになっていますよね。落ち着いたゴールドが好みな人にはおすすめかもしれませんが、ギラギラしたザ・ゴールドみたいなものが好きな人にはいまいちなのかなといった印象を受けました。私が今回ゴールドを選んだ理由としては、私が手持ちの Apple デバイスですね、Apple Watch とかこちら iPad mini 6とかスターライトカラーのものが多いんですね。スターライトってシルバーにちょっとゴールドが混じったような色なんですけど、こういうデバイスとの親和性を考えてゴールドにしたんですが、実際に見てみるとね、やっぱりちょっと違うかなといった感じでしたね。ただね、これはこれでおしゃれでかっこいいなと思うので気に入りましたね。 iPhone の色に関してはね、ほとんどの人がケースをつけてしまうんじゃないかなと思うので、そんなに重要ではない気もするんですけど、参考までにこちらがゴールドの色味ですね。このステンレスの側面は結構指紋がつきやすいです。これは今までのプロシリーズから継続という感じですね。今回13プロシリーズから比べて大きく変わったところで言うと、メインカメラの画素数が上がったところだとか、あとはねこのノッチが変わってダイナミックアイランドという名前がついたりだとか、チップ性能も若干上がっていたりだとか、そんなところですね。私ね、一時期13プロも持っていたんですけども、13プロと比べてマイナーチェンジかのように思えるんですけども、カメラ性能を中心に結構進化しているんじゃないかなと思いました。そのあたりも後ほどお伝えしようと思います。続いてですね、今回私が Pro Max を選んだ理由なんですけど、前回の動画でそのお話メインの動画を投稿しているので、詳しくはそちらを見ていただきたいんですけど、簡単にお伝えしておくと、私今まで iPhone 13 mini を愛用してきたんですけど、今回からね残念ながらミニシリーズが廃止ということで、じゃあ逆にね Max を使ってみればいいんじゃないかといったところで Pro Max を選びました。14シリーズからの iPhone はこの 6.7 インチの Max シリーズ、それからプラスシリーズと、これはね12になるんですけど、こちらの 6.1 インチのサイズの2種類になったんですけど、小さいのが好きだったらこっちの 6.1 インチにした方がいいんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、13 Pro を一時期購入して使っていたんですけど、この 6.1 インチサイズがね、私の手だとなかなかね片手で操作できそうでできないみたいな感じがもどかしかったのと、これはね12 Pro なんですけど、13 Pro の場合はカメラユニットがこの14と12の間ぐらいの大きさで、 6.1 インチサイズに取り付けるにしては結構大きいなといったところで、こう構えた時にですね、向こう側にかかる力というのを強く感じてしまって、重量自体も重かったんですけど余計に重く感じるなといったところが気になって、しばらくして手放してしまいました。同時に購入したこちらの iPhone 13 mini を気に入りすぎたというところも大きいんですけど、そんな感じで 6.1 インチサイズに関しては個人的には相性が悪いのかなと思いました。で、逆に Pro Max を購入してみたわけですけども、デザイン的にもね本体が大きくなった分カメラユニットとのバランスは取れているのかなといった気がしますし、さっきね言った片手操作の件も Pro Max ぐらい大きな端末になるとそもそも片手でなんて操作しようという考えが浮かばないので、私が片手操作を求めているのって片手操作ができる端末ばかりより好んでいたからだということなんじゃないかなといった、そういう疑いも持ちつつこちらも購入してみました。他にもね14 Pro に関してはカメラ性能がかなり上がっていたりだとか、当然 MAX サイズなので画面が大きくなってバッテリーも持つようになるということで、今までカバンに忍ばせていたモバイルバッテリーだったりだとかコンパクトデジカメだったりだとか、そういうものをね持ち運ばずにこれ1台でいける機会がすごく増えれば、本体はミニシリーズに比べてでかくて重いんだけど荷物全体で考えたらコンパクトになるんじゃないかといったところで購入してみました。そのあたりのね日常での Pro Max というのはまだ分かっていないので、しばらく使ってからまた動画にしようと思いますけども、そんなところで Pro Max シリーズに挑んでみたという感じですね。こうやって見ると iPhone 12 Pro ってかなり完成されている気がしますよね。余談ですがそんな風に思いました。はい、そんなところで1日手に持って使って思ったことで言うと、やっぱりでかいし重たいです。これ裸の状状態でガラスフィルムを貼っているだけなんですけども、こちらの重さが 253g ということでですね、 iPhone 13 mini の重さが 147g ということでですね、 100g 以上重たくなっているんですけど、持った時のアンバランス感は感じないですね。やっぱり私の思惑通りですね、筐体が大きくなっている分カメラユニットに引っ張られているなという感じはあまりしないです。この点に関しては MAX にして正解だったなと思います。こういうアクセサリー類をつけてしまうと 300g に近づいていってしまうということで、結構重いデバイスなんですけど、仮に両手で持つと思えば片手150、150なので、今までミニを片手持ちしていた左手と負荷はそんなに変わらないのかなといった感じで、前向きに考えております。はい、でですね、冒頭から私のこのiPhone 14 Pro の画面が光っていると思うんですけど、これね、今回の14 Pro から初めて実装された機能で常時点灯ディスプレイなんですよ。今までの iPhone とか14の無印とかになると、こうスリープ画面でですね、画面が真っ暗になるんですけど、14 Pro と14 Pro Max に関してはこんな感じで画面が少し暗い状態でキープしてくれるんですね。ここをタップするとですね、こんな感じで画面が明るくなって、今まで画面が消えるはずだった電源ボタンを一発押すと、こんな感じで暗くなるだけなんですよね。これね、Android とかだと結構ある機能なんですけど、 iPhone では初めて実装されていますし、 iPhone に関してはね、スリープ状態とロック画面の状態というのも差があんまりないなと思っていて、暗い状態でもね、相当見やすく時計とかが表示されているので、 iOS 16に関してはこの辺りにウィジェットとかも表示できるはずなので、結構便利に使えるんじゃないかなと思います。懸念としてはバッテリー消費が多くなるんじゃないかという話なんですけど、当然ね、ディスプレイを常時点灯させておくと、この Apple Watch とかもそうなんですけど、かなり電池を食うんですよね。そのあたりも踏まえると、やっぱりバッテリー容量の多い Pro Max って結構いい選択肢なんじゃないかなと思います。はい、続いて目玉機能のもう一つで言うと、ダイナミックアイランドですよね。これまでの iPhone はこの部分がノッチになっていて M 字型に切り取られている画面ですね。ここにインカメラとか Face ID 用のセンサーが仕込まれているんですけど、今までのノッチは本当にカメラの置き場という感じで何の機能もなかったんですけど、今回はダイナミックアイランドということで、ここの部分ですね、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、この中央部分がより黒くなっているのが分かると思うんですけど、ここにセンサーやインカメが入っていて、ここには何も表示できないです。ただその両サイドに広がっているこの部分ですね、この部分はディスプレイなんですね。何もないところと何か表示されるところというのをシームレスにつなげることで、あたかもノッチなんてないかのように見せているんですよね。このよく言えば発想の転換、悪く言えばごまかしが素晴らしいなと思いますね。で、動きもかなり滑らかでですね、こんな感じでロック解除の動作だったりだとか、タイマーなんかのね、純正アプリを使っている場合に、ここにタイマーを常時表示させておいてくれたりだとか、ただのごまかしでは終わっていないのがすごいところかなと思います。 ProMax ユーザー的にはちょっとね、指が遠いなという感じもしなくもないですけど、 Apple Music で曲を再生している間なんかも、ここにね、曲のジャケットを表示させてくれたりだとか、長押しすることで操作ができたりだとか、これね、純正アプリだけかと思ったんですけど、私よく使っているこの YouTube Music なんかも、ホームに戻るとジャケット表示をしてくれたりだとか、長押しで操作ができたりだとか、サードパーティーアプリでも対応しているものは使えるみたいなので、かなり有効に使えるんじゃないかなと思います。 Apple の発表会ではね、このダイナミックアイランド結構ね、感動したんですけど、実用的にどうなのかなと疑っていた部分もあるんですが、これはね、バッチリです。個人的にはここにちっちゃいジャケットが表示されるのはすごくいいですね。テンションが上がります。はい、といったところで、続いてはこのカメラ機能ですね。14 Pro Max から進化したカメラ機能についてテストをしてきたので、そちらの様子をご覧いただこうと思います。私基本的にあんまり外に出る方ではないんですけども、アクションモードとかを試すために行ってきましたので、よければご覧ください。おはようございます。 iPhone 14 Pro の外側のカメラを使って自撮りをしてみてるんですが、いかがでしょうか。 4K の30フレームですねで撮っています。これ普通のモードですね。次はシネマティックモードしてみようと思います。はい、シネマティックモードですね。どうでしょうか。シネマティックモードも今回から 4K 対応したということで、結構綺麗に映ってるんじゃないかなと思います。13シリーズの時ってね、フル HD までだったんですけど、今回は 4K に対応しているということで綺麗になってるんじゃないでしょうか。解像度以上にね、今回シネマティックモードのクオリティも上がってると思っていて、この辺の境界線とかボケの感じどうでしょうか。はい、これはインカメラですね。同じく 4K30p で撮ってみていますが、どうでしょうか。インカメラがオートフォーカスがついたということで、これね、シネマティックモードで撮っているんですけど、シネマティックモードでね、結構役に立つんじゃないかなと思います。インカメラのオートフォーカス、こんな感じです。はい、参考までにこれはソニー ZV-1 というコンパクトデジカメですね。1インチセンサーが入っているものですけど、それで同じく自撮り棒を使って自撮りしてみております。どうでしょうか。さすがにこっちの方が画質良さそうですよね。シネマティックモードの3倍望遠です。こんな感じでピントを送ることができるんですけど、かなりね、物の端っこと背景の境界線っていうのがうまく処理できるようになっている気がしています。よいしょ、こんな感じで聞いてくれます。アクションモードだとね、自動的に超広角に切り替わるんですけど、かなりクロップされてしまいます。普通のアクションモードオフの状態のこの1倍のカメラですね、メインカメラを見ていただくと、一番左の木の部分ご注目ください。こんな感じで今は一番左に太めの木が映っている状態なんですけど、アクションモードにして1倍にすると完全に左の木がいなくなってしまいました。こんな感じですね。なのでアクションモードとはいえアクションカメラがいらなくなるかと言われるとそんなことってなくて、広い画角をキープしながらアクションモード的な手ぶれ補正をするにはやっぱり GoPro とかが有利なのかなと思います。はい、ということでですね、最後に1日使ってみた感想をまとめて終わろうと思うんですけど、まずはサイズ感はね置いておいて iPhone 14 Pro としての感想なんですけど、ホーム画面の常時表示だったりだとか、ダイナミックアイランドだったりだとか、それからカメラ性能だったりだとか、割と今回の14 Pro シリーズに関しては大きなアップデートだったんじゃないかなと思います。実際にね、じゃあこれがない13シリーズは困るのかと言われれば全然困らないと思うんですけど、例えば今までの iPhone 11シリーズから12シリーズとか、12シリーズから13シリーズとか、あるいは11シリーズから13シリーズに機種変更した人に関しては、カメラ性能だとかいろいろな機能のアップグレードはあるものの、こう iPhone を操作している間の見た目というのがほぼ同じだったんじゃないかなと思います。14 Pro に関してはここが M 字じゃなくなってパンチホール型っていうんですかね、ダイナミックアイランドになったりだとか、待機中もディスプレイを表示させてくれるような機能が追加されたりだとかして、今自分が新しい端末を使っているんだぞという感じがすごく強いのかなと思いました。iPhone ってね、カメラ性能がすごく良かったりだとか、あとは内部のチップ自体がすごくスペックが高かったりするので、物自体の満足度はすごく高いんですけど、普段使いしていく中で LINE を打ったりだとか、電話をかけたりだとか、あとは Twitter をしたりだとか、 YouTube を見たりだとか、そういう日常的な使い方において今自分が新しい端末を使っているんだっていう感覚ってすごく薄かった気がするんですよ。私の場合は以前はね、このホームボタンがあるタイプの iPhone をよく使っていたので、13シリーズを購入した時の新しい感は感じれてはいるんですけど、全画面タイプの iPhone が出始めの頃から使っている方だと iPhone10から13まではほぼほぼこの自分が使っている時の外観って変わっていなかったと思うので、まあ若干ごまかし感はありつつも、パッと見の見た目ですね、画面の見た目が変わったというのはすごくいいポイントなんじゃないかなと思います。それから機能面で言うとやっぱりカメラですよね。今回からついにメインカメラの画素数が上がったということで、ローモードっていうものにしないと1200万画素のままなんですけども、写真は解像度の高い写真が撮れると。あとは私のように YouTube をやっていたりだとか、他にもね普段から映像制作をされている方なんかにとっても、シネマティックモードがついに 4K で撮れるようになったりだとか、シネマティックモード自体の精度が上がっていたりだとか、あとはねレンズも3つのように見せかけて、今回からメインカメラで2倍望遠も撮れるようになっているし、前回に引き続き広角カメラでねマクロ撮影もできるようになっているので、この端末の中に実質5つのカメラが入っていると。そんな多機能なコンパクトカメラが入っていて、この iPhone 単体で通信ができて、撮ったものをそのまま編集してアップロードすることもできたりだとか、あと今回私が使ってみて一番思ったことがこのディスプレイの綺麗さですよね。これね、私が普段持ち歩いているコンパクトなカメラで、これで動画とか写真とか撮ってるんですけど、こういう専用機ってねもちろん出てくる絵は素晴らしくて、そこに関してはまだ iPhone は追いつけていない部分があるのかなと思うんですけど、当然ではあるんですけど、この中に編集アプリは入っていませんし、直接 4G 通信をしてアップロードをするということもできないですし、確認用のディスプレイに関しても圧倒的に iPhone の方が綺麗なんですよ。そういう意味でもまだまだカメラにいいところはたくさんあるんだけども、総合的な部分でねこっちの方がいいやって思ってしまう人ってすごく多いと思うんですよ。で、13年ぐらいまでは私みたいなちょっと YouTube もやる素人みたいな人にとっても、まだ外に持ち出してちょっと動画を撮りたい時なんかはこっちのカメラの方がいいかなという感じがしたんですけど、今回実際に使ってみて、特にシネマティックモードの 4K ですよね、あれぐらいのクオリティで撮れるんであれば、私は外出先ではこっちでもいいかなというふうに思ってしまいました。そんなところもあって、カメラ機能をよく使う人であれば17万9800円、確かに払えなくはないなと思いました。はい、それから初めての 6.7 インチの iPhone を購入してみて感じたところなんですけど、ポチった時はね、半ば勢いみたいなやけみたいなところもあったんですけど、実際に手に取って使ってみると、そんなに異常なほど大きなサイズ感ではないなと思いました。片手操作はねちょっと厳しいかなという感じなんですけど、私の手のサイズ、男性では一般的ぐらいな感じで、そんなにでかい方でもないんですけど、片手でホールドしてもう一つの指で操作する分には全然問題なく使うことができるし、むしろクワッティキーボードとかをね両手で持って入力する場合はこっちの方がやりやすいなと思いました。ミニはねちょっと小さすぎてタイプミスとかも多かったりしたので、名前的にもねプロマックスとか言われるとかなり尖った機種なのかなと思いがちなんですけど、この大きなサイズの iPhone もねもっと持っている人が多くてもいいんじゃないかなと、そんなぐらい使いやすかったですね。これはねまた1週間ぐらい使ってみてどうなるかといったところなんですけど、このでかさ重さに関して言うとちょっとね気になるところもあって、まだ慣れてないこともあるんでしょうけど、若干ね重たさがあるので、この肩に来てるなという感じはなくはないですね。体の使い方が身に慣れしている気はしているので、しばらく使ってみようかなという感じです。そう考えると今回無印シリーズに新しく追加されたプラスですよね、 6.7 インチの無印 iPhone ですね。あれに関しては Pro Max よりも 40g ぐらい軽い作りになっているので、そんなにダイナミックアイランドとか常時点灯に惹かれていなくて、カメラもねそんなに高性能は求めないよという人はそっちがね割と狙い目なのかなと思ったりしましたね。はい、ということで1日こちらの iPhone 14 Pro Max を使ってみてのレビューでした。本当にね昨日の夜セットアップが終わって、今日の朝起きていろいろ撮りに行って、ちょっとね軽くまとめて動画を撮った感じなので、うまくまとまっているか不安ではあるんですけど、これから購入を考えている方の少しの参考になれば幸いかなと思います。で、最後に1点お伝えしておくんですけど、私今のところですね、この iPhone 13 mini は手放さないつもりです。結構贅沢な使い方ではあるんですけど、携帯電話連絡端末としてこっちを運用していこうかなと思っていて、こっちはサブ連絡端末兼カメラ的に使ったりだとか、編集ソフトを使ったりだとか、若干クリエイティブ寄りに使っていけたらいいかなと思っていたりもします。ただこの1台に集約できたらそれはそれでいいかなと思っているので、とりあえずしばらくの間はこっちにメインの SIM を入れて使っていこうと思うので、そのあたりの経過もですね YouTube でお伝えできたらなと思います。なんかね実際使ってみて、こっちメインでもいけるんじゃないかなという気はしています。13ミニに関しては最後のミニということもありますし、個人的にすごく気に入っている大好きな端末なので、 iPhone は売って買ってという風に回しているんですけども、今回は手放さずにいこうと思います。単純に17万9800円の出費ということでかなり痛手ではあるんですけど、そんな感じでね、長期使用でのこの2台の比較なんかもできたら楽しいかなと思っておりますので、また見ていただければ幸いです。はい、ということで以上となります。このチャンネルではこんな感じで他にも Apple 製品のお話よくしてますので、よければチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それと今回の動画が気に入っていただけたらチャンネル登録やグッドボタンで応援よろしくお願いします。はい、今日はねこれから急ぎ動画を編集して、この iPhone 14 Pro Max でしっかり遊ぼうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。めるるさまるおかでした。バイバイ。iPhone のケースとかも提供いただいているので、そのレビューも近々やります。